にちは、岩津と申します。私は昔中学生の時にいじめられてて、そのいじめがきっかけで世界チャンピオンと MVP になった女です。世界チャンピオンっていうのは何の世界チャンピオン？あ、ごめんなさい、極真空手の世界チャンピオンです。極真空手のあのフルコンですか？フルコンルールです。フルコンの世界チャンピオン？世界チャンピオンでした。めちゃめちゃ強いですよ、これ。めちゃめちゃ強いです。去年は K-1 に出させていただいたりとか。 K-1 も3勝してるんですね。あ、 K-1 はアマチュアで3連覇させていただいて。ワンちゃんがやるしかないですね。あ、でもいつか挑めるようになれたらいいなとは。経歴的にすごいけどね。そうですね、思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、和田杉奈です。空手の全日本大会2連覇と全米大会初代全米チャンピオンとヨーロッパ国際大会2連覇してます。そこの2人めちゃめちゃ面白そうだね。え、うん、全米チャンピオンと空手同士、いいじゃないですか。そこもう試合決定でいいんじゃないですか、うん、あ、本当ですか。そのぐらいの経歴っすよね、うん、そうですね。ありがとうございます。そこ試合決定で、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい。うわっ、お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